動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアダリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今日は何でもない日ですよ。昨日はバレンタインデーで、そういただきました、ありがとうございます。ネット上からでもバレンタインのあれは送れるので、それで送っていただきまして、毎年ね送っていただき本当にありがとうございます。でチョコレートじゃなくてアイスクリームもらってるからさ、まあ生放送中に、今週末の生放送中にでも言おうかなと思いますけども、そういうサービスもあるんですよっていうことで、もうありがとうございます。毎年。はい、で今日は帰り際にショッピングモール行って、チョコレートとか割引になってねえかなとかって思って見てたんですけども、まあそんなことはなくて、でも家帰ってなんか、そう、長芋があるからもうとろろにして食おうと思って、世界で一番とろろが好きだからね、でとろろにして食おうと思ったから、もうそんなに買い物もせずに帰ろうとしてさ、そしたらショッピングセンターってよくわからないじいちゃんいるじゃないですか。なんだろう、ベンチに腰掛けてずっと座ってて何をやってるのかよくわかんないけど、とりあえず時間を潰してるんだろうという、そういうじいちゃんいるじゃないですか。そういうじいちゃんがいて、で普通に横通り過ぎようとしたらさ、6時だよって言われてさ、まあ、確かに6時だった、6時1分だったけどね、でそれさ僕に向かって言ってんのかよくわかんないし、独り言じゃないけど、独り言にしては結構でかい声で言ってたからさ、でしかも僕が横通り過ぎようとした時にさ、6時だよって言われたからさ、もうそう言われたら、全員集合って言うかなと思ったけど、本家から2時間ぐらい早いじゃん、じゃあ違うじゃん。で言おうと思ったけど、言うとさ、そのじいちゃんの何らかの世界観に巻き込まれそうな気がして怖いので言わなかったです。言ってしまったが最後かなと思いますけども、まあ言わなくてよかったのかなと。で6時だから何なんだよって話ですけども、もしかするとあのじいちゃんあの辺りにいて1分遅れで時間を知らせてくれる時計なのかもしれないですね。そういう誰かのなんか前衛アートかなんかなのかもしれませんね。はい、前衛アートじいちゃんということにしておきましょう。明日も会えるかな。さて、ということでございまして、今日のニュースでございますけども、クリーンエネルギーになりますと、鳥だったりとかいろんな動物への被害っていうのがあるんですけども、それの対処方法として、出てきております。鳥が近づくと風力発電のタービンが止まる、スマートカメラが鳥の衝突事故を大幅に減らす。カラパイヤさんからまたニュース引っ張り出してきましたけども、今や再生エネルギーはクリーンなだけでなく安価なエネルギーとなりつつある。そのために各国は化石燃料発電所から風力発電や太陽光発電などへの切り替えが進んでいると。風の力でタービンを回して電気に変換する風力発電は最良の選択の一つだが、鳥にとっては迷惑千万な代物になりかねないという。そうなんです。でこの風力発電の風車って結構鳥がぶつかって、しかもギロチンのように襲いかかって死んじゃうっていうことが多くて、で鳥の個体数がその地域で減ってるっていうこと、日本でも結構ありますもんね。風力発電が増えてる地域だと鳥がぶつかって死んじゃって、っていうことが結構ありますので、この辺は結構急激な問題になっているわけなんでございますけども、これを回避すべく様々な方法が模索されているが、アメリカで導入されているスマートカメラが大きな効果を上げているというわけでございます。でこれインデントフライト社が AI が搭載されたスマートカメラを使って、鳥が風力発電所に近づいて衝突しそうな気配を察知するとブレードの回転を止めて事故の衝突を和らげてくれるという、そういう代物なわけでございますよ。で実験ではそのアメリカで2カ所の風力発電所、合計176基の風力タービンの片方に47台のスマートカメラシステムを搭載、それから敷地内に落ちていた鳥の死骸を数えてその防止効果を比較してみたということなんですけど もうこの時点でそれがあることによって鳥がやっぱ死ぬんだなっていうのは分かりますよね。どんだけ設置してもやっぱ死ぬんだなっていう感じですよ。するとカメラを設置した敷地では設置する前よりもワシ、
大鷲の鷲ですね、鷲の死骸が 63% 減少。その一方でスマートカメラを設置しなかった敷地では 113% 増えていたところ、スマートカメラ設置しない敷地の 113% っていうのは凄まじい数だなっていうのは思うんだけども、この違いを差し引きするとスマートカメラシステムには鷲の死亡事故を 82% 減少させる効果があったということになるそうだというわけなんですね。まあ、だからないよりはいいよねっていう形で捉えた方がいいのかなと思いますけど、一方でやっぱりコスト面ですよ。コスト面でこの1台風力発電の、タービンをカバーすることができる、まあ、1台で1キロ離れた鳥を見つけ出すことができるらしいんですけども、ただこのカメラ1台導入するだけでも15万ドル、1500万かかって年間の維持費用が80万円になるっていうことなので、まあ、この辺が今ネックになってるよっていう話です。まあ、普通考えるとこういうクリーンエネルギーに参入してくる企業っていうのは新興企業、まあ、ベンチャー企業だったりっていうところなんですけども、新しい企業ってそんなにお金持ってないですし、もうそれだったらもうブンブン風車回して、もう鳥なんか死のうが死ぬ前が関係なくて、で安価にいっぱい立てて いっぱい電力発電したいわけですから、そこら辺はやっぱり治らないのかなっていうところちょっと懸念しますね。だからまあ解決方法というかやれることとすれば、風力発電のタービンじゃなくて風車にぶつかって鳥がいっぱい死ぬんだよっていうことをもうちょっとみんなに知ってもらうことで、でそういう風力発電じゃないですよっていう、そういう風力発電の仕方をしてないですよっていうことがビジネスアピールになるような、そういう環境になっていかないといけないんじゃないかなと思います。やっぱりクリーンエネルギーだからいいだろうじゃなくて、クリーンエネルギーによって自然が損なわれるっていうことはあっちゃいけないことだと思いますから、ちゃんとそういう電力発電の仕方だったりとか、クリーンだからいいっていうわけじゃないっていうところを、やっぱり問題が残るんだよっていうところをみんなが理解して、世の中がいい方向に向かっていくのが一番なんじゃないかなと僕は思います。ということでございまして、今日のニュースはスマートカメラで鳥が近づくと風車のタービンが止まるシステムということでございました。